こんにちは。社会保険労務士中島ひろみです。本日は遺族年金のお話をします。遺族年金だけで暮らしていけるかどうか、後に残された家族について、それは知っておきたい内容かなと思います。遺族年金の基本についてまずご説明をします。一般的には女性は男性より長生きします。専業主婦で万が一夫が亡くなった時に夫の遺族年金で生活できるのかどうか気になるところですね。夫の死後一人で生きていくにはどのくらいの準備が必要となるでしょうか。国民年金の遺族基礎年金に厚生年金に加入していた人は遺族厚生年金が上乗せさせられます。死亡した被保険者の報酬比例、部分の年金額の4分の3、それに、下級年金が計算されます。それで計算されます。もう一度申します。死亡した被保険者の報酬比例部分の4分の3プラス加算で計算されます。遺族基礎年金については18歳の年度末までの子がいる場合に支給されます。老齢厚生年金受給者の夫が亡くなったとき、老齢厚生年金受給者の夫が亡くなったときは、妻が65歳以上のときは夫の老齢厚生年金の一部の遺族厚生年金を受け取れます。受け取り方は3つの方法があります。いずれも妻本人の老齢基礎年金は全額支給されますが、厚生年金の加入したことのある妻は最も高い金額を支給されます。1つ、自分の老齢厚生年金のみを受け取る。2つ、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分を受け取る。3つ、妻の老齢厚生年金の2分の1、夫の老齢厚生年金の2分の1を合計した相当額を受け取る。この後の2つ目と3つ目は妻が厚生年金に加入していた場合で、妻の老齢厚生年金を支給した後に夫の老齢厚生年金から差額の遺族厚生年金が受け取れます。一般的な専業主婦は2のタイプというのは、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分を受け取るというやつですね。妻も働き保険料が高かったとき、厚生年金期間が長かった人は1とか3ということになります。また遺族年金は非課税ということになっています。では生活費はいくら用意しておけばよろしいのでしょうか。現在老齢厚生年金を受けている65歳以上の妻は1ヶ月の公的年金収入は12万円程度の人が多いと言っています。支出の面から見てみると、60歳以上の女性単身者の1ヶ月の支出は15万円ぐらい。総務省調べです。年金より支出が3万円多いことになります。例えば夫の死後20年生きるとすれば700万円以上不足します。住まいが持ち家か賃貸かで変わるということもありますが、介護や病気に備えてとなると1000万円以上は必要でしょう。しかし子供が独立前にそこまで考える人は少ないかもしれません。一言コメントです。年金受給前であれば年金定期便、年金ネットなどで夫と妻の老齢厚生年金の額が分かりますので、およその試算ができます。見てみてください。本日はここまでです。